すみません。はい。時事通信の鈴木ですが、大阪都構想に関してなんですが、まあ、連休中いろいろ各社世論調査ありまして、反対が賛成を上回る結果が相次いでますけれども、受け止めをお願いします。大阪都構想については17日の住民投票に向けてですね、まあ、皆さんがマスコミ各紙がこの世論調査をしてですね、まあ、いろんなことを発表している、このことについてもですね、まあ、承知をしています。で、私この会見の場でも何回となく申し上げてますけれども、やはり二条行政解消するのはですね、それはある意味でこれはどこの都市でもこれは当然のことだというふうに思っています。まあ、その中で、よく私大阪と横浜の比較をたびたびしてましたけど、今横浜市というのは人口が370万で大阪が270万ですよね。そういう中で横浜の職員は1万9000いくらで、大阪は3万5000人なんですよね。100万人も少ないのに、職員の数が1万5000人多いのが今の現状ですし、まあ、区役所もですね、ちょうど面積は大阪市と横浜市の半分なんです。で、にもかかわらず24の区役所がある。横浜は18であります。まあ、そういう中でですね、私、総務副大臣の時から、この大阪問題というのを、まあ、これ都内でも私、取り上げてました。そういう意味でこうした問題をですね、どのようにして解決していくかという、まあ、その判断はですね、やはり大阪市民の皆さんが決められることだろうというふうに思います。すみません。時事通信鈴木ですが、その二重行政を解消して、まあ、行政を効率化するにはやはり都構想というのが妥当だと長官はお考えなんでしょうか。ですから今申し上げましたけど、そのようなですね、状況の中でいろんな案が今出てきてるわけですから、まあ、都構想もその一つでしょうし、そこを改正していくというのは、それは市民の皆さんがですね、そこは決められることだろうというふうに思います。すみません。じゃあ確認ですが、その行政を効率化していく上で都構想を取ろうと他の手段を取ろうと、それは、まあ、大阪の市民の皆さんのお考え、それは市民の皆さんの判断に委ねるべきだろうというふうに思います。